本日はまた、連日お暑い中お集まりいただきましてありがとうございます。井上尚弥の公開練習ですが、メキシコ選手が、合計4人、2人ずつ、前半後半分けて、今後半目に入っておりますけど、連日スパーリングを重ねて、体調も万全で、練習内容も、もう過去最高と言っていいぐらいいい調子で来てます。試合2週間、切っておりますけども、このままいい調子で試合に向けていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは、まず代表質問をさせていただきます。それではチャンピオンに質問です。はい。試合まで2週間を切りました。SNS の方でも絶好調の井上尚弥をお楽しみにという言葉がありましたが、現在の調整ぐらいですか？スパーリングもいい感じに、進んでいまして、そして自分の、イメージ通りに動くことができているので、調子としてはすごく良くしちゃうんだと思います。会長からも過去最高という言葉がありましたが、ご本人からも。そうですね、自分もこの間の X で少しつぶやいたんですけど、やっぱり、自分の中で気を抜かないためにっていう意識で練習をしていたら、やっぱりこう一番よく練習をしたなという自負があるぐらい、かなり追い込みました。かなり追い込んだという言葉がありましたが、今回久しぶりの8月勝負になったかと思いますが、今年夏は暑いと思います。疲労が減量に加えられたと、はい、そこも少し調整しながら、本当に暑い日はロードワークを夜にしたりとか、なるべくこの直射日光こう触れないように、当たらないようにっていうのをちょっと意識しながら、体に無駄な疲労をためないように、そこを工夫しながら少しやりました。この結果的にですが、この短い間隔、試合間隔は結果的にはいかがでしたか？はい、そうですね、2017年ぶりの3試合という間隔で今調整を進めているんですけど、それに関しても全然問題なく調整できていますし、逆にオフのその時期が長くなかったんで、より調整面ではよく、いい方向に傾いたかなと思います。じゃあ本当に疲れてたよ、本当はもっとやりたいけど抑える方に意識するぐらいの、はい、いい感じで練習が。そうですね、やっぱりそこはこうオーバーワークにならないように、自分の中でまだまだこうトレーニングとしてはやりたい気持ちはあるんですけど、体的にも動くんですけど、その疲労を持ち越さないように、やっぱりその9月3日に最高の仕上がりを持っていくように、でそこの調整が難しいですね。ここからその気持ちを考えながら、ここから試合に向けて2週間一番重要となること、はい、もう やることはもうほぼほぼやってきたんで、あとは怪我のないようにと、少しした油断が怪我につながると思うので、そういう無駄な面を省くようにしっかりと少しのズレもなく仕上げたいと思います。一旦シングトレーナーさんです。今チャンピオンからもそういうお言葉がありましたが、シングトレーナーから見てチャンピオンの状態いかがですか？いや、状態やっぱりいいですよ。それはもう自分がもう見てもう分かるし感じるん で、本人のなんかこう意識もすごく高いのも自分も感じるんで、はい、もう仕上がりとか調整はもうバッチリです。今回、相手がドゲニーと、トレーナーから見た改めて危険な部分でどういうボクサーか、周りが言ってるようなそのイメージはもううちなんか持ってないんで、もうやっぱり元チャンピオンですし、やっぱり強いですし、体もフィジカルも強いんで、ただ尚弥も気引き締めてますし、もう油断とか一切ないんで、そこのなんていうんですかね、集中力だけしっかり持っていってもらえれば問題ないと思います。言える範囲でポイントとなる部分というのは、冷静にですね、もう冷静に、はい、そこがしっかり試合に持っていければ問題ないと思います。ありがとうございます。それが、会長の意見です。会長から見たら、チャンピオンの状態というのはいかがですか？
まあ先ほども言ったように本当に調子が良くて、まあ、今回スパーリング終わってからあれ今日調子よくすごい良くないってかけた言葉が今までで一番多かったような感じがします。まあ、先日会見で、まあ、ドケニーに関してメリー以上の怖さという会長の言葉がありましたが、この改めてドケニーの危険についてはどうお考えですか。まあ、そうですね、過去に2回、日本で試合をしてもらって、で練習も大橋ジムでやってたので、まあ、ドヘニーのことをよく分かっていて、分かっているからこそそのドヘニーの怖さというか、それがあるんで、やっぱりネリの試合の時にオブザーバーリザーバーでいたんですけど、もしネリに勝ったらドヘニーは怖いかなってちょっと話したこともあって、まあ、それほどやっぱり危険なイメージはあります。それでは、チャンピオン、まあ、そのトベに、まあ、試合が近づいた今、まあ、対策を捉えてきたと思いますが、改めてどうでしょうか。まあ、そうですね、まあ、ドヘニーがやるべきことっていうのは自分の中ではもう分かっていますし、判定で勝とうなんていう気はさらさらないと思うし、だからこそ気をつけなければいけない一発っていうものを、まあ、自分のまあ、ボクシングの中で集中しながら、そこだけは気をつけながら試合を運んでいきたいなと、はい、今はそこをイメージしてやってます。まあ、そのサウスポーの強打者という部分では、まあ、ネリと近いと思いますが、タイプはもう全然違う。まあ、タイプは、まあ、少し違いますけど、まあ、でも大きく変わることもそんなにないのかなっていうのは思いますね。まあ、体がでかいそのぐらいですか。今回井上尚弥はまだ完成していないというキャッチコピーがあると思います。まあ、ご自身で思うところ、はい、ご自身で思うところが、まあ、自分でもどこが完成なのかっていうもの分かんないですし、まだまだその完成させなければいけないところっていうのもあると思いますし、まあ、そのままだと思います。はい、まだまだやっぱり進化した姿を、まあ、見せれると思うので、まあ、そういうところも楽しみにしていただけたらなと思います。まあ、ズバリ、まあ、試合展開、理想の試合展開、理想の決着というのも先ほどもちょっとありました。はい、まあ、まず判定決着は許されないと、その中で流れをしっかり作って、まあ、仕留めるべき瞬間に仕留められるのがベストかなと思います。まあ、先日、まあ、東京ドームの試合が終わった後、まあ、井上選手も改めて注目度が高まっているが、まあ、ファンにメッセージ、どういう姿にしたいかと思います。そうですね、まあ、東京ドームでの試合っていうのは自分も大橋ジムにとっても、まあ、すごく歴史的な日になったと思いますし、まあ、自分の中でそこで燃え尽きるんではなくて、やはりこの先加速させていく一戦の一つとして捉えているので、またそこからギアを上げたまた井上尚弥を9月3日楽しみにしていただけたらと思います。はい、それでは代表質問は以上になります。記者の皆様からスパーリング、合計何ラウンドぐらいやってきたんですか。とりあえず今の段階で89で、多分、あと2回ぐらいやる予定なんで、まあ99か、まあ、100前後ぐらいですかね。そこでかなりドリブン選手を意識したり、スパーリングしてきたのか、それとも自分の全体的な底上げを意識した練習してきたのか、比重としてはどんな感じですか。どっちですか。僕だ。まあ、ドヘニーを意識したっていう部分もありますし、まあ、今のパートナーに対して自分がどこまで動けるか、しっかりとその、まあ、タイプの違う4選手が来てるので、まあ、全ての選手に対して当てはめるってことができれば、おのずとやっぱりドヘに当てはめることもできると思うので、まあ、そういう意識でやりました。
ましたけど、出ましたけど、その過去一、一番状態がいいっていう部分は、はい、具体的にどのあたりにご注目かって思って感じでしょうか。まあ、X にも書きましたけど、具体的には書いてない気がすると。具体的なものはないです。なんとなくやっぱりこの、まあ、30戦弱戦ってきた中で、なんとなくそんな気がするっていう投稿だったんだ。その程度です。そのスーパーバンタムが合ってきたんじゃないかみたいな。まあ一番は多分そこですね。まあスーパーバンタムで4戦目っていうところで一番こうフィットしてきてるんじゃないかなっていうのは感じます。爬虫類系ですけど、それなんか意図というかテーマですか。特にはないです。前回があのホワイトタイガーだったんで、まあ、ちょっとアニマル系で攻めようかなと。まあ、そのぐらいです。じゃあ特に動物は爬虫類でも、爬虫類これっていうのはこれっていうのは特にないですね。はい、ヘビとかワニとかそういうわけじゃなんかすげえ突っ込んじゃったんですけど、うん、そういうわけでもなくて、もう爬虫類っていう。そうですね。先ほど、まあ、先ほど気を抜かないためにそういった意識の場所を持っているという話をされていましたけど、それは例えば心がけなのか、何かメンタルトレーニングがされているのか、どういった部分の話でしょうか。まあ、やっぱ一番は心がけですかね。やっぱり周りのその雰囲気っていうのは自分が一番感じますから、そういったところでこう、まあ、自分自身そういう気持ちがなくてもやっぱ緩みっていうのは必ず出てきてしまうものだと思うので、まあ、それはまあ、過去の、まあ、経験からもやっぱり振り返ると、まあ、そういう瞬間とかもあったと思うので、まあ、だからこそ、まあ、言動だったりその練習の内容だったりっていうものでより心がけてきました。例えば練習前だったり練習中だったり自分に言い聞かせるような言葉だったりもあったりするんですか。まあそういうのはないですけどね。まあ、その練習の内容とラウンド数とか、まあ、自分が比べてるのは練り戦以上っていうところをやっぱ意識してるんで、まあ、そういうところです。また X の話なんですけど、前には体つきも違ってきてるように見えるって言われてますけども、はい、それをどう変わったか、具体的なところとか。どう変わった まあ、変わった気がする、気のせいかなっていうぐらいの投稿だったんで、まあ、その辺で捉えてもらえるかな、はい、気がするという気がする、まあ本当に気がするいや、ちょっと分かんないですね、そこまで具体的に言われると。はい、はい、まあ、ただ筋量的には、まあ、少し増してるのかなっていうのは。はい、お待ち会場、今回スパリングパートナー4人ってことだったんですけど、タイプが違うってお話したんですけど、大体どんなタイプの4人がいらっしゃるんですか。どんなタイプ、まあテクニックがある選手、パンチがある選手、まあ、馬力がある選手、全部いましたね。だからボクシングとフィジカルが強かったり、ボクシングのタイプで、まあ、ほぼ特徴をその持ってるタイプの4選手ですね。みんな好戦的でしたよね。うん、引かなかったですもんね。気持ちが強いね。もちろん皆さんサウスポー、もちろんもちろん、はい。いかがでしょうか。じゃあすみません、たびたび X の話で。まあ、X ですか。申し訳ない。前回ステンチン選手の試合が終わった後に、はい、このまあ、日本ボクシング界の黄金時代に、はい、来られたんで、はい、あれはまあ天智選手の試合を受けてのものだった。いや違いますね。それはやっぱりバンタム級の日本人世界チャンピオンっていう括りで自分は投稿したつもりではいたんですけど、やっぱりまあ過去見てもやっぱりバンタム級4団体で日本人が全て世界チャンピオンっていう、そんな時代はなかったですし、
まあ自分も一つ階級が上ですけど、まあ、近い階級である以上やっぱりすごく刺激もらいますし、うん、そういうあの時代だなというのは感じました。ということは、まあ、当然そこに中谷選手とかも含まれている、はいはい、まあ、もちろん4選手なんで、はい、練習量を、その、まあ、自分を追い込むためにその練習量的に増やした部分というのは、その、まあ、自分内集中合宿でやられたと思うんですけど、はい、それ以降もそういう、こうフィジカルというものをチームワークなどにやったりとか、そういうものをちょっと増やしたりっていうことでいいんですか？そうですね、あのフィジカルも増やしましたし、まあ、トータルラウンド数でいってもやっぱり練習はしてるかなっていうのも、うん、ありますね。握手お願いします、はい、ありがとうございます、はい、じゃあこちらお願いします。お願いいたします。あ、じゃあその上をお願いします。お願いします。ありがとうございます。じゃあこちらも下げて。じゃあ上もお願いします。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。はい。こちらもお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。